はい。皆さんこんにちは。小春子の木です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は安値で推移している優良優待銘柄と題してお送りいたします。最初に、フジッコ、証券コード2908についてお話しします。フジッコ株式会社は、フジッコのお豆さんで有名な海藻や昆布製品、豆製品などを製造販売しています。PR は36倍、PBR は 0.8 倍、配当利回りは 2.4% です。フジッコの財務状況は非常に健全で、自己資本比率は 85.5% に達しており、有利子負債もありません。配当金の推移を見てみると、今期の配当金は46円で、昨年まで8年連続で増配しています。株主優待制度もあり、100株以上保有の株主には、1000円相当の自社商品詰め合わせが提供されます。1000株以上保有の場合は、3000円相当の自社商品詰め合わせとなっています。業績については、2024年3月期の売上高予想は565億円で、前期比 4.8% の増収を見込んでいます。営業利益についても18億円を予想しており、前期比 44% の増益となっています。株価の動向については、4月3日には安値1890円をつけていますが、直近の株価は1914円で、やや回復しています。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、1901円に対して、目標株価は2010円で 5.7% の上昇余地があります。安心して保有できるディフェンシブ銘柄と言えますね。次に、タカラホールディングス、証券コード2531についてお話しします。タカラホールディングス株式会社は、タカラ酒造を中核とする持ち株会社で、焼酎や梅酒、リキュール系のお酒を製造しています。PR は13倍、PBR は 0.9 倍、配当利回りは 2.6% です。残念ながら今期の配当は、前期比で11円減の27円になりました。株主優待制度も実施しており、100株以上保有する株主には、1000円相当の自社商品が提供されます。1000株以上の保有で、3000円相当の自社商品がもらえます。今期の業績は、売上高が 2.8% 減、営業利益は 42.8% 減の予想となっています。これは、酒税の改正による駆け込み需要の反動が影響しています。ビールの税率を下げた代わりに、リキュール類の税率を上げたためです。減配の影響もあり、株価は3月から 20% 近く下落して、1000円を割れそうな水準にあります。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、1032.5 円に対して、目標株価は1223円で、18.5% の上昇余地があります。AI は一時的な業績悪化を買いと判断しています。最後に、堤、証券コード7937についてお話しします。堤は、宝飾品の製造及び販売を行う企業で、ジュエリーの直営販売を通じて商品を提供しています。堤の最大の特徴は、その財務体質にあります。自己資本比率は、なんと 97.7% にも上り、極めて健全な経営基盤を持っています。現金及び預金は、時価総額の323億円を超える、385億円を保有しており、非常に強固な財務状態を維持しています。今のところ、有利子負債もありません。PBR は 0.5 倍で、非常に割安な水準です。配当利回りは 2.4% で、年間50円の配当が行われています。現役のため、配当成功はかなり高くなっています。株主優待制度もあり、100株以上の保有で、クオカードがいただけます。金額は、3年未満で1000円、3年以上で3000円。5年以上で5000円です。合わせて 15% の割引券を100株で1枚、500株で2枚いただけます。商品の購入予定があるなら有効に活用できますね。業績に関しては、今期の売上高は前年比 5.4% 増の191億円を見込んでいますが、営業利益は 12.8 億円への減益予想です。今後業績が大きく伸びることは考えにくいですが、財務体質の強さと株主還元の姿勢は評価できます。株価の動向としては、この1年間で見ると4月2日に最安値をつけています。では、AI による株価の予想です。現在の株価2064円に対して、目標株価は1967円で、マイナス 4.7% の下落余地があります。安く買って長期保有がおすすめですね。3月下旬からちょくちょく証券口座に配当金が振り込まれます。毎月の収入以外に、こういった臨時収入があると嬉しくなりますね。他にも株主優待が届いたりもします。桐谷さんみたいにはいきませんが、いただいた物品や優待券を使うと得した気分になりますね。こんなところも株式投資の楽しみではないでしょうか。皆さんも嬉しいことがあったら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。今回の動画は以上になります。これからも投資に関する様々な情報を配信していきます。今後も継続して見てみたいという方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。また、今回の動画が役に立った、参考になった、面白かったという方は、高評価のボタンをクリックしていただけると、今後の動画作成の励みになります。その他、ご意見、ご要望などあれば、ぜひコメント欄にご記入ください。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。